今日ファイターズの先発は伊藤大海でした。その立ち上がり2アウトを取ってランナーは背負っていたんですが、最後松山を見逃しの三振。一方カープはチャンスを作りました。3回ワンアウトランナー三塁で1番の秋山、大きなピンチでしたがショートライナーダブルプレー、カープ先制とはなりません。そしてファイターズは2アウトランナー2塁1塁チャンスを3回に作ります。バッターは松本剛、ただここはセカンドフライで3アウト、先制点とはなりません。試合が動いたのは4回です。カープ2アウト2塁でバッターは菊池。木村さん、この対決どうだったでしょうか。そうですね、伊藤投手もしっかり投げ切ったんですけどね、菊池投手の、ね、菊池選手のバッティングが素晴らしかったですね。で、菊池の先制タイムリーで1対0。そして5回です。カープ期待の若手田村、このバッティング、いやもうスイングに、ね、迷いがないですし、しっかりと踏み込めてますよね。素晴らしいスイングですね。ライトスタンドへのソロホームランで2対0。伊藤大海は 5回2失点という内容でした。そして6回には生田が上がります。生田の投球どうだったでしょうか。あ、やはりこうストライクゾーンのボールが、ね、ものすごく強いですので、もう3球勝負でどんどん、ね、ベース板の上で勝負していってほしいですね。球の力の強さはありました。そして6回の裏ファイターズはワンアウト満塁でバッターは野村、そしてピッチャーはカープ堀江です。ここでバッテリーミス、これで1点を返します。2対1。そしてさらに2アウトランナー1塁3塁、万波ファーストファールフライで同点とはなりません。7回です。この福島がねマウンドに上がりましたがどうだったでしょうか。いや、 やはりねいい球とね、このもうほぼ良かったんですけど、この1球だけでしたよね、ですけどね、その後の三振といいね、堂々とのピッチングでしたね。いや、そうですね。いや、しかし田村選手のこの2ストライクからでもしっかりとこうスタンドへ運ぶこのパワーとスイング、素晴らしいですね。そうですね、まあ、ホームラン打たれはしましたが、その後この二股、そして持ち丸、連続三振。いや、この空振りを取れるこの能力って素晴らしいですので、開幕一軍あるかもしれないですね。いや、楽しみですね。そして7回の裏ファイターズはワンアウトランナー満塁、細川の押し出しで1点差としまして、江越押し出しのデッドボール、これで同点に追いつきます。3対3。それからスティーブンソン、ライトへの犠牲フライ、これで1点を勝ち越してこの回3点目、逆転です。4対3。いや、よく逆転まで持っていきましたよね。そうですね、このスティーブンソン選手もね、本当にストレートというかね、近めの球の反応はいいですね。そして9回マウンドにはザバラが上がって2打席連続ホームランを打っている田村との対決。ただここライトへのタイムリーヒットで同点とします。やはりあまり球は見逃してくれないですね。そうですね、田村は今日3打点。そして9回の裏ファイターズ2アウト3塁チャンスを作りますが、最後江越空振りの三振、さよならとはなりませんでした。4対4の引き分けで今日のゲームを終えています。あ、という